まず外人チームです。現在サウスウェストヘビー級のチャンピオン、スピニングトーホールド復活、ディック・スレーター。ご存知、世界最強の男、第62代 NWA 世界ヘビー級チャンピオン、リック・フレア。凱旋帰国、日本でも初防衛に成功した NWA 認定世界ジュニアヘビー級インターナショナルチャンピオン、大仁田篤。そして世界のジャイアンツ、馬場。はい、山田さん、このシリーズの最後のメインイベントなんですが、いい顔ぶれが揃いましたね。そうですね、はい、まさに豪華としか言いようがないんですがね。そうですね、本当にね、あの日本のプロレスファンの方も、はい、こういった素晴らしいメンバーがね、常時見られるっていうのはね、これは本当にね、アメリカのファンどころじゃないですね。本当ですね、はい、本当に夢のようなカードが実現いたしました。山田さん、今夜大宮のお客さんの反応を見ておりますと、世界チャンピオンのリック・フレアにもさすがに拍手がいっているんですが、どちらかと言いますと凱旋帰国のジュニアヘビーの世界のタイトルを取った大仁田篤に熱い声援が飛んでますね。そうですね、嬉しくなりますね、これはね。やはりね、もう考えてみても、はい、6年か7年前にね、はい、パッと入ってきた大仁田君がね、本当今ここでね、メインイベントでね、馬場選手と組んでるっていうのはちょっと想像できないんですよね。山田さん、この馬場大仁田組が実現するとはよもや想像しなかったんじゃないですか。そうですね、まあ大仁田篤選手も本当に出世したな、そういう感じがします。本当におめでとうと言いましょう。まあ山田さんの指摘通り、2年前だったら絶対に考えられないチームですからね。そうですね、ちょっとね、大仁田君、さっきからね、やや入れ込み風というか、あんまり張り切りすぎですね。世界最強の男のリック・フレアにちょっと注文つけてますね、ジャイアント馬場選手がちょっと大仁田篤、あまり熱くなるなというような表情でコーナーに持ってまいりました。さあ、日本チーム、馬場チームは先陣を切るのは大仁田でしょうか。あ、史上格のジャイアント馬場が先陣を切りました。やはりね、大仁田君があまり張り切りすぎてるんで、はい、ちょっと待てということでしょう。山さん、競馬で言いますとパドックでかなりこの意気込んでるというような感じでしたもんね。そうですね、力みすぎというような感じでしたもんね。さすがにここは頭のいいジャイアント馬場が、まあ俺から先に出ようということで先に登場してまいりました。世界のジャイアント馬場対ディック・スレーターで幕が開けられます。60分の夢のカード、タグマッチであります。もちろん外人チームも世界のヘビー級のチャンピオン、エプロンに温存しています。山田さん、このディック・スレーターですけれども、もうそうですね、すでに 5,6 年前から次期 NWA 世界チャンピオン候補と言われているんですが、ちょっと評価が下がってきてはいるんですけれども、今日は現在の NWA 世界チャンピオンのリック・フレアとチームを組んでいるだけに、その意欲をまた思い起こすかもしれませんね。そうですね、まあ、ちょっとね、交通事故その他、はい、不運なことが重なってね、チャンスが遠のいている感じですけど、はい、もともと実力のある人ですから、カムバックしてくればね、まだまだチャンスはあると思いますね。現役の世界チャンピオンとタッグチームを作りまして、またまた新たな意欲がよみがえるかもしれません、そのディック・スレーターです。さあ、日本チームは注目の凱旋帰国、本当にあっという間に人気をも獲得いたしました大仁田篤。アメリカ、それからメキシコではサンダーファイヤーという名でリングネームで、暴れまくってまいりました NWA 認定の世界ジュニアヘビー級のインターナショナルチャンピオンであります大仁田篤であります。さあ、どういうようなヘビー級のレスラーを相手に、どういう技を見せてくれますか。もう体力ではまあ劣るのは仕方ないですから、ジュニアヘビー級のこれがジュニアヘビーのレスリングだというものを今夜は披露してもらいたいですね。はい、やはりウエイトではね、はい、負けてますけれども、そのスピードでね、はい、頑張ってほしいですね。そうですね、おっと、気力充実の大仁田篤、あのディック・スレーターに対しまして、まず両方の手を合わせました。おっと、足を取ってる首固め、うまい、相手の隙を伺います。さあ、大仁田篤です。体を比較するともうちょっとかないません。ディック・スレーター188cm 117kg、大仁田篤 180cm 101kg、 8センチの差、それから体格にしましても16キロの差があります。この16キロの差をどういうふうにかばいますか。戦況を見つめております。第62代 NWA 世界ヘビー級チャンピオンリック・フレア、今リングの中に登場してまいりました。相当ね、ヘビー級チャンピオンの方は貫禄を見せつけてますね。はい、それからジュニアヘビー級の世界チャンピオン大仁田もですね、長岡の控え室でリック・フレアの控え室を訪ねましてね、堂々とベルトを見せ合いまして、互角にこう睨み合ってましたね。ね、やる気満々です。今のリング上ね、はい、
このフレアの目というのは大変に怖いですね。ははそうですね、はい、まあこの大仁田敦がリング上にまあ登場しますと、どうしてもあのノースカロライナシャーロットコロシアムの、ニューチャンピオンになって帰ってきた時の様子を皆さん方にちょっとご報告したいと思うんですけれども、本当に涙を流して喜んで帰ってまいりましたこの大仁田敦。控え室では元 NWA の世界チャンピオンがたくさんいました。例えばダスティーローです、あるいはまたジャックブリスコ、こういったそうそうたるところがいました。もちろんテリーファンクもいましたけれども、本当に喜んでこの、大仁田敦選手を迎えてくれました。本当に思い出します。あの元 NWA 世界チャンピオンのジャック・ブリスコなどはもうすでに試合が終わっておりまして、裸でシャワールームに入ってたんですけれども、裸で飛び出してまいりましてね、大仁田敦に握手を求めてましたね。なるほどね、それからあのダスティー・ローデスあたりは、俺がちょっとウエイトを減らしてお前に挑戦するぞというようなことも言ってましたし、本当に微笑ましいこの、シャーロット・コロシアムの控え室の様子でした。やっぱりね、あの誰もがね、はい、初めてそのビッグタイトルを取った時の感激っていうのはね、はいはい、みんな心に思い出として残ってるわけですよね。そうですね。それから今リング上で対戦している NWA、世界ヘビー級の王者リック・フレアも長岡の控え室でジュニアヘビーのこの大仁田敦の、チャンピオンベルトをしげしげと眺めておりまして、よくやったなと一言言っておりました。さあその大仁田です、リック・フレアが飛び上がりました。大きくおっとおっとおっとうまく体を入れ替えました。ジュニアヘビーの世界チャンピオン大仁田敦、堂々と世界最強の男に渡り合っています。いかがですか。いやーだけど今の返しはだんまかったですよ ね、チャンピオンのあの怒りをですね、はい、ほらもう両方チャンピオンだから、はっきり言いますとヘビー級チャンピオンの方ですね、はい、今すごい形相でにらみつけてました、ということは大仁田の技がやっぱり鋭かったということですね、はい、さあリックフレアをコーナーに投げますが、うまくパートナーディックスレーターが体を合わせてまいります。エプロンサイドのジャイアント馬場選手もこれは満足でしょうね。うん、そうですね、まあなかなかやるなと、いうことで見てると思いますね、はい、さあここで大仁田敦の動きから今度はジャイアント馬場選手の動きにご注目してまいりたいと思います。次期シリーズにはあのタイガージェットシンが再びやってまいります。ジャイアント馬場、このシリーズを終了すると山田さん、テキサスアマリロの6月の中旬に行われるビッグショーに出場らしいですね。そうですね、ですからあのシリーズ終了と同時にですね、はい、ハワイの方へ渡って、はい、それから1試合だけだというふうに本人は言ってましたけど、ね、あ、そうですか、はい、あのインターナショナルヘビー級のタイトルマッチが行われた大阪の控え室でブロディがもしドリーを破った場合にはテキサスのアマリルに追いかけるのは俺だということも言ってましたが、この実現があるのかもしれませんね、当然そういう風になるんじゃないでしょうかね、切符を待ちたいと思います。さあ世界のジャイアント馬場がリック・フレアにチョップを見舞います。山さん、ジャイアント馬場対リック・フレアの NWA 世界ヘビー級の選手権試合も見たかったんですがね。そうですね、まあ、今回はね、はい、チャンスがありませんでしたけれども、まあ、あの馬場選手の場合はね、非常にあの実績を積んでますんで、うん、もう挑戦しようと思えばね、そのいつどこでも実現の可能性というのがありますからね、はい、馬場ファンの方はもちろん挑戦試合を実現してもらいたいと思ってるんでしょうが、山田さん、もし実現した暁にはジャイアント馬場はもう十分にタイトルを取れる自信あるんじゃないでしょうか。そうです ね、さあ世界王者リック・フレア、元世界チャンピオンジャイアント馬場との豪華な顔合わせ、体が違います。もちろん東洋のジャイアント馬場を大いに尊敬しております。現在の第62代 NWA 世界ヘビー級チャンピオンのリック・フレアです。再び大仁田に預けます。大仁田がやる気満々、2年前だったら世界チャンピオンの胸を借りることはできませんでした。大きく大きく成長した大仁田敦であります。あ、そういえば山田さんね、ジェイ・ヤングブラッドにタイトル防衛した夜にテキサスアマリロのテリーに国際電話を入れたそうです。あ、大仁田敦が本当にアメリカの視聴覚テリーファンクもお前よくやったなというような、非常に喜んだ電話だったそうでありますが、その大仁田敦リング上躍動感あふれるレスリングを展開しておりますが、しかし体で持ってこられますと叶いません。再びリック・スレーター登場であります。スレーターがね、やはりあの若い大仁田相手だけに何かムキになって攻めてますよね、はい、あ、そうですね、リック・スレーターもやる気満々です。もう体も完全に回復いたしました。現在はサウスウェストのヘビー級のタイトルマッチです。さあ場外に落ち込んでおります。これが大仁田敦。あの山田さん、ジェイ・ヤングブラッドの時見せました豪快な危険極まりない人間ロケットトペ、これは見事でしたね。そうですね、
あのスピードが、ね、とても、ね、はい、速いんですね、はい、あれだけのスピードで、ね、あの飛び込んでいくと、はい、相手もちょっとダメージが大きいですよね、はい、ただしね自分も非常に危険だと思いますよ。なるほどね、はい、さあその大仁田がディック・スレーターに捕まってサイドのスープレックス、サイドスープレックス、ディック・スレーターです。さあ超ヘビー級の怪力で押しまくってまいります。ダイビングヘッドバットは失敗、大仁田うまく外しました、大仁田うまく外しました。今度はキックを浴びせます。何かソバットのような感じになりました。さあ今度はダブルアームスープレックス、いきますね大仁田、いきますね。もう相手がヘビー級のレスラーとはもちろん思ってないでしょう。堂々と渡り合っています大仁田敦、何度もご紹介しますが NWA 認定の世界ジュニアヘビー級のインターナショナルチャンピオンです。次期シリーズの山田さん、チャボゲレロが来るんですけれども、当然リターンマッチ考えられますね。やるでしょうね、当然ね。その代わりね、やはりあの前チャンピオンということでね、はい、大変あのチャボも実力ありますから、ね、はい、全く油断できないですよ。今度はヘビー級の世界チャンピオンが出てまいりました。ダイビングボディアタック、さあ世界チャンピオンからピンフォールを、これはちょっと夢でしょう。ダイビングボディアタック、うまく合わせてますよ。そうですね、もう一回再度チャレンジします。お、場外に落としました。さあ人間ロケット行くか、人間ロケット行った、トペを見せました。豪快 NWA 世界ヘビー級のチャンピオンリックフレアに人間ロケットを見せました。ジュニアヘビー級の世界チャンピオン大仁田敦のこのガッツをご覧ください。タジタジなのはリックフレアとディック・スレーターです。ディック・スレーターもいつの間にかフォローに出てまいりました。ジャイアントバオがまず大仁田敦をリングの中に放り投げます。場外ではリックフレアとジャイアントバオがやり合ってますが、さあリングの中もご注目、場外では豪華な顔合わせ、リックフレアとジャイアントバオがチョップ合戦。リングの中再び大仁田敦登場してまいりました。試合続行、ジュニアヘビー級の世界チャンピオン大仁田とヘビー級の世界チャンピオンリックフレアのもう熱い熱い試合出ます。ダイビングして回転エビ、回転エビ、ローリングクラッチに決めたが、カウントが入る、カウント1、さすがに世界ヘビー級のチャンピオンカウント1で跳ね返しました。リックスレーターに渡しますが、山田さん、このリックフレアの表情、リックスレーターの表情を先報道から伺ってるんですが、この小さいのなかなかやるなという感じですね。そうですね、現実にね、はい、あれだけ攻められますとね、はい、やはりそう認めざるを得ないでしょうね。そうですね。さあブレンバスター、リバースブレンバスター、ブレンバスター返し、これは決めました。大仁田がやります、ブレンバスター返し。ここでさあカバーの体勢まだいきません。今度は全体重を乗せて、全体重を乗せてレッグドロップを花柱の上に落としました。花をへし折ります。ガッツ大仁田敦。さあここでディックスレーターが動きが止まりましたので、親分格のジャイアントパワーに渡す。川津掛け、川津落とし、豪快に決まった。川津落とし、豪快に決まった。そのままフォールの体勢、ピンフォール、ピンフォール、ピンフォール。しかしディックスレーターも返します。相手を睨みつけます。ディックフレア、ジャイアントパワーの動きに見ています。今度はバックドロップ、岩石落とし、ディックスレーターの岩石落とし。これは攻守交代か、これは聞きましたね山田さん、ちょっとね、相当激しく打ってますね、はい、さあジャイアントバの後頭部がキャンバスに当たってしまいました。ディックスレーターがゆっくりと起き上がって、さあしかしジャイアントバも生き返ります。豪快な技が出ました。ディックスレーターのバックドロップ大きく飛ばして、これは16万に1回生、うまい、16万を合わせました。厚い胸板に16万、ディックスレーターを場外へ放り投げ、そして世界チャンピオンのディックフレアの眉間に空手チョップ。ああババの独壇場、ババの独壇場、いつの間にか大仁田敦がタップロープに上がって、何やら空中殺法を見せるような気配。しかしババとこれはディックスレーターの対決です。ディックスレーターから再び第62代 NWA 世界ヘビー級のチャンピオンディックフレアに渡りました。ディックフレアが長期経験を自ら発表しておりますが、ジャイアントババとのタイトルマッチがもし実現の暁にはジャイアントババはディックフレアは敵じゃないということを言っておりました。夢の世界タイトルマッチ実現はいつのことでありましょうか。ジャイアントバオが空手チョップを合わせます。ディックフレアにのしかかりました。本当に先ほども夢のカードの実現を望んだんですけども、一度はやってもらいたいですね山田さん。そうですね、なかなかね、はい、好勝負になると思いますよね。そうですよね。しかしまあ世界ヘビー級の NWA 認定の世界ヘビー級のタイトルマッチというのはなかなか、難しい実現までかなり時間がかかります。さあ今度はジャイアントババも一人で独壇場、どうやら大仁田敦の、大仁田敦に預けるようですが、リックフレアに16問を渡し、16問をうまく打ち付けました。そして大仁田敦がトップロープに登ってフライングボディアタック、世界ヘビー級のチャンピオンリックフレアにフライングボディアタック。
ジュニアヘビー級の技らしい軽快な飛び道具を出してまいりました。大仁田が行きます。大仁田がガッツポーズ。さあ思い切って今度は抱え上げボディースラム。そして再び大仁田がさあ思い切ってボディープレス、ボディープレス、そのまま覆いかぶさりました。大仁田の動きが非常に目立ちます。大仁田の動きが非常に目立ちます。さあ世界ヘビー級のチャンピオンリックフレアを相手に堂々と挑んでおります。世界ジュニアヘビー級インターナショナルチャンピオンの大仁田敦。さあ再びボディープレスに行く構えを見せておりますが、今度はトップロープから一段高く上がり、ああ失敗、一段高く上がりました。ボディープレス、これは失敗、自らキャンバスに鼻を打ち当てました。さあリックフレア生き返るか。どうやらツープラトンの攻撃を見せようとする外人チーム2人がかりで、もう前行った、ヘビー級の超ヘビー級のものすごいパンチが飛びました。ここは大仁田師匠の馬場に渡さなきゃいけませんね。そうですね、完全にグロッギー、はい、苦しいですよ、はい、あくまでもタッグマッチ、完全に大仁田グロッギーです。ちょっとこの辺りではもうヘビー級のパワーに圧倒されていますが、今度はブレンバスター、ブレンバスター、リックフレアのブレンバスター、さあ思い切って対空時間を長くして後ろに投げ飛ばしました。そのまま片指の体勢、勝負が決まりそうだ。カウント3。最後は第62代 NWA 世界ヘビー級チャンピオンリックフレアの力に屈してしまいました。もう体で持っていかれてしまいましたね。そうですね、やはりね、まあ非常にガッツを持ってね、はい、ズバッといったんですがね、体の地雷というのは最後に出ましたね、はい。しかし、まあ、今夜の4人の選手の中で一番高く評価されていいのは NWA 認定世界ジュニアヘビー級インターナショナルチャンピオンの大仁田敦の動きじゃないでしょうかね。そうですね、本当に褒めてあげたいですね、はい、素晴らしい動きとね、はい、ガッツ、あの世界ねヘビー級チャンピオンに真っ向からね大技でぶつかっていくあのファイティングスピリット、はい、これはもう本当に褒めてあげていいと思います ね、 そ、 うですね。それから最後とどめを刺しました第62代 NWA 世界ヘビー級のチャンピオンリックフレアも、この日本のサーキットが終わりますと、もちろん本国に変わりまして戦う世界チャンピオンとして再び防衛戦が次から次へと待ち構えております。勝負の方は、リックフレア、リックスレーター組がジャイアント馬場、大仁田敦組を打ち破った試合でございます。大仁田敦は次期シリーズにチャボ・ゲレロがやってまいりますので、防衛戦大いに頑張ってもらいたいと思います。